は、けんちゃんございます。パチンコを愛する女、パチンコスタジオ。本日2024年8月の11日ですね、神奈川県にあります吉兆横浜西寺尾店さんにてお届けしております。本日取りました機種はスマパチ北斗の拳10でございます。はい、頑張っていきたいと思います。それでは行くぞ。バイバイ。これから来ました。先読みも入りましたね。ウニも先読んでる。次、ああ、ケンちゃんフラッシュと先読み、ウイグルスさん。わた早い。トキラを言ってほしかったですけど、ケンラを。キリン、キリン、キリンさん、キリンさん、キリンさん当てよう。なんでだよ、嘘。キリンさん、おはキリン外し。おお、びっくりした。よく来るな、ケンフラ。今日3回目赤体ならない。無理ですか。わた175回。うわ、上に大きいケンちゃんいる。2、赤。はい、行ってきます。ペンちゃんのオーラは赤。あ、首ポキ、指ポキ、指ポキ。タケラオじゃない、ケンラオ。なんでだよ、お前。本当にワッチーな、ペンちゃん。わた320回転目。3、あたあたあた。おお。あー、びっくりした。でも久しぶりですね。キリンフラッシュ。マジ、なんで。じゃあ視聴生だ。ないや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 、待って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 。あー、おかしいよ、おかしいよ。なんでだよ、なんでだよ。つうか、おかしいよ、マジで。わた472回転目。4、あた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 。来たー。やっと来たよ。一生当たんないかと思ったよ。もう何も信じられなくなって一発告示台にしちゃいました。504回転目。いやくら、よかった。はい、あ、ボン動いたらボン予告。いいですね、ここの雑魚がね。年は32500。あ、サウザーも。ウザサナ倒せる。あ、571。転生チャンスの出目ですけどね、これ。この出目でも疑似になるんですね。537。あ、めっちゃいい。今日出目ですね。出目ってば。今日疑似っぽい。331とかだとね、プレミアだと思う。サミー、コナミ、ビジヨン、うねうねしてないよ。おー、あ、7点パイ。で、これ、激アツムービーですね。ハイパーっぽい、多分1500かな、7点は。ボーナス。
7点、おそらく、振り分けの 5% かな、それつったかな、ハイパーですね、1500取れました、初回から、はい、もちろん、ケンちゃんで行かせていただきます、でこのなんか、ボンみたいな、あ、指ポキ、指ポキ、指ポキは大丈夫か、で前回、私、ちょっと指ポキ気づいてなかったことがあったみたいですいませんでした。さあ指ポキありのシーン、ズガラワにちょっと怖いけど、どうなん、指ポキ大丈夫、バトル通常、あー連打じゃないやつか、どうでしょう、今ね45回転目で引きました、飛ぶなよ、絶対飛ぶなよ、 OKOK、 飛ばない飛ばない、これ弱攻撃ですね、弱攻撃、ということは、大丈夫こんなパツキン野郎に負けねえよ、うちのケンシロウはよ、おらあれ今のボタンでバンってロゴ完成したら1500発でした。まあでも初戦は勝ちました、よかった、これでピープしようぜ、ピープ、振り分け 70% ですよ、 OK、 ありがとう、あれいきなり、ハイパーのジャッジ入りました、無双訂正チャンス、10ラウンドの 36% でこの演出が出ます、突破期待度は 50%、 私ラキトリ引くのはうまいんですよ、連打、連打はチャンスです、まあ次か次で、次次だよこれ、押せ、あれあ、これ入んない、あ、入った入っちゃった一発目でラッキートリガー突入です、これで継続率は 89% へ跳ね上がります、ただ私ラッキートリガー下手くそです私は、あーびっくりした、息フラでも入れますか、息フラカスタムしましょう、あおピープーピープーピープー、あー来た、よかったはい、でもちょっと息フラもう切ろうかな、あんまり面白くないかも、よいしょー、イヤフラにしましょう、ヤクラ発生率アップぐらいだと、占有率が 50% なんで、また450発、132回転はまって450発、はい、点滅、点滅、点滅、ほら、1500取ってくれ、全然、全然ハイパー取らねえよ、あ、取ったー。やっと取れました、そしても結構連チャンしても弾が少なくなっちゃうんですよね、あっ確定を転落と見せかけて、素晴らしい、気持ちいいでございます、ちょっとちょっと静かすぎません、静かすぎません、あー出た出た出た、お前は嫌なことしか言わねえな、バット本当に、もうちょっとプラス思考になろうぜ、さあ50回転目、あーあーやめろー、帰れ帰れー、早いよー、まだ6連しかしないよー、いやー次この ハイパーごめんなさい、ラピトリ入ってラオウ出てきて偶数で勝ったことない、すんな豪勝か、すぐ豪勝かする、えんちゃん、おおおい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 、しょっぱくない、
はい、こんな感じです。まあ、一応当たっただけ良しとしますか。6490玉です。まあ一応じゃあちょっと持ち玉でつなげる感じにはなったんで頑張りましょう。厳しいか。当たったらめっちゃ嬉しい。当たったらめっちゃ嬉しい。ダオ強いな。わたはい、ケンちゃんフラッシュ新発売しました。厳しかよね。わためちゃくちゃ鳴るな。めちゃくちゃ鳴る。あー、先読みしてる。 OK で、視聴性ステージですね。ちょっとだけチャンス。赤いじゃん。マジいいよいいよいいよ。赤ウニはいいよ。これ91回転目。まあ、先読みチャンスも入れてるので、一応先読み来た時点で 43% はあるのよ。あるのよ。でウイグル回想ビルだよ。赤ウニだよね。赤で青きたもんね。ねえ早いよ。疑似にだったらもう疑似なしで行ってほしかった。長かった。終わった。さあ、お隣様はレインボーケンちゃんってあたり。私もギアプラ入れてんだけどな。あ、またしてもシェイクビジョン。なんかさっきと全く同じっすね。ウィーグルシェイクビジョン。はあ、なんかよくわかんない、よくわかんないけど当たった。絶対外れと思って今メモにバツって書いちゃった。え？なんでだ。わー、うれしい。でーでってでーでってでーでーやった。予想外のあたりマジで嬉しい。ありがとうケンちゃん。魔王はちょっとハゲが怖すぎんのよ。さっきバトル1回転目で、うわ、じゃバトルのあたり1回目でね、あのラッキートリガーいっちゃったんで、わわ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 、やめろこら。やばくない？大丈夫？シーン、シーンで8、せめて死闘、せめて死闘。これ先読みなかったのかな今。うわ、母体勝つ。怖い。大丈夫？23回転目なんですけど。あ、飛ばない飛ばない、いいいい、飛ばない。中攻撃です、中攻撃。いや、くれ。怖かった。うちのケンちゃんも強いんだぞ。シャー、1200。うちのケンちゃんは日本一。金を取り戻せだよ。愛よりも、愛よりも金を返してろ。あやさん、大変。これ3回目だったのか2回目だったのか、余計なこと言ってて分かんなかった。やろ。あー、ワイゴロさん、ウイグルさんも。でもウイグルさんで落ちたことあるけんね、わしね。あんまり安心できんのよ。
でけえからな、ウイグルな。しかもね、ウイグル結構強攻撃ばっかりすんよ、こいつ。まず、やめて。35回転目。うちのケンちゃんは、なんでだよ、バカタレが。おーい。ケンシロウ。やっぱ、あれだったのかな。先読みな。あ、よかった。あ、そう。ケンちゃん。バカって言ってごめん。大チョキ。やっぱ愛を伝えたら答えてくれるかもしれない。第一期アタック。あぶねー。ねえ、ゲリなしだからやめて。ゲリじゃ、ゲリじゃない、先読みなし、いりません。やめろよ、1回転目だよ。かなりピンチだと思う。やばい、すげえピンチ、やば。やめて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 、どっか行けどっか行けどっか行け、やば。あ、飛ばなかった。私前の動画で聖天サバは飛ぶしかないって言ったんですけど、あの強攻撃しか放たないのは龍拳だけです。弱攻撃だよ、サウザー弱攻撃だよ、ケンちゃん。サウザーの弱攻撃に負けるとかバカか、お前は。お前バカなのか。お前はバカか、嘘やろ、本当に。リンちゃん、リンちゃん、終わった。サウザーの弱攻撃で終わった。当たりはね早かったんですけど、まあ、とりあえず8969玉になったので、一応ね今現状でプラス益はプラス益です。まあ、まだまだお昼なんで頑張りたいと思います。あ、チャージ引いちゃった。あら、あー、チャージ引きました。あー、チャージ、チャージ3連発、どんな確率。はい、サウザー、ふぅ、ふトキラオだー。 50、51パーぐらいか。まあ、私はあのラオウの最後の変な顔を見るのが一番楽しみなんですけど、お料理だろー、いけない。わたわー、チャージ引いちゃいました。ずいぶんハマったと思ったのよ。314回転でございます。あー、どうした。だっけ、あ、新ステージでしたっけ。92回転目にしてなくなりました。7500円残ってます。まあ、時刻は5時なんで、まあ、まだいける。もうお隣様は3万発オーバー、出るんだよ、出るとき出るんで頑張りましょう。諦めない。おー、びっくりした。よりも、まあ、リーチ中の赤ロゴ落ちの方がね、多分信頼度的には高そうな気がする。200回転目、5当たり目です。さあ、また現金入れるとは思わなかったぜ。8000発あったからさ。緑オーラ、トモ背景が出たな、どういうことや。マジなんでよ、もう外さないでよ。赤じゃない、どうして。また、またトモ背景なんですけど、
なんだこれ、293回転目全然ダメだと思って油断してました、ごめんなさい。4万7000円です。またトモ背景、なんでダメなのよ、どうして出るのよ。352回転目6頭目です。お時間もね、もうすぐ7時6時半超えちゃいました。頼むよ。チャージ引いちゃいました。わあ、だいぶハマってました。400回転目チャージ引いた。なんなのこのチャージ地獄6連続チャージ、地獄かマジで。95回転目7枚目、7旗目、ちょっとこれで最後にします。はい、北斗七星の7、ちょっと今視聴性がちょっと見えかけてるんでね、やばいですどうにかしましょう。これした今日3回目の友入ってる怖い。なお、あ、はは、またチャージ引いた。ま、7回目ダメだ、この台チャージしか引けないよ。もう、ケンちゃんフラッシュ今日15回目。あ、でもそっか、剣王ってバトルリーチじゃなくてストーリーリーチ扱いなんですよね。あ、全然ダメだ、やっぱ。あらら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 、おい、来ましたね、やっと3、4、8取れた。71回転目真剣勝負取りました。20% の割合で、バトルボーナスいけるかもしれないです。投資ジャスト7万円。誰、うわ、深夜、深は厳しいか、深厳しい。100までに何かしらチャージなり引くことが増えてきたので、樋口さんを来た来た、泣きの5000円で来た。66回転目、諦めなくてよかった、諦めなくてよかった。あ、転生チャンスだ。投資、総投資7万3000円。マジでありがとう。ありがとう、時だ、やっと時で当たる。一回も今日当てれなかった時、トキラを8先輩だったのね。おお、涙が出そうってかな、もうな、泣く泣くよ。いや、マジで諦めなくてよかった。チャンスアップどこに出るんこれ。全然わからん。ロゴ落ちもなんもない。なんもないのね。なんもないのね。ペンフラレインボーなかったらわかんなかった。緑だしね。マジか。ありがとう。もう見えてた、私視聴性見て、見えてたもん、本当に。見えなくなったよし、頑張ろう。マジで諦めちゃダメだね。樋口の奇跡起きました、樋口の奇跡。ラケタケタラオウで行きましょう連絡したことあるんで、
いや、やめろや、やめろや、やめろや、ハゲ。ほんと、ほんといい加減しろよ。ほんといい加減しろよ。ほんとやめろよ、もう。いらんからな。いらんからな。もう、67回転。うわ。これ絶対やばくない?これ絶対やばいじゃん。これ100%やばいやつやん。おーい。先を見なかったし。で、龍拳のみ必殺技しか放たない。サウザーは弱攻撃とかありました。バカかお前、本当に本当にバカなのかおい、7万3000円ですよ、7万3000円心臓に悪いの、あれもう本当泣きそう。ハゲに勝ったらハイパーくれよ。ピプーピプーない、はい、初手から450ですか。先読みつか先読み煽りか、4回続けば継続のこう先読みないとかなり大ピンチ。もうやめてってば。いい把握。もうもうマジで嫌なんだけど、6出しまった。なんなんこのハゲ祭り、ほんとお前さ、お前さ、なんか一応なんか龍拳が発作起きる、北斗七星あってコウモリなんで若干いいかもしれない。龍拳に発作が起きるプレミアみたいなのもあるんですけど、まあ見たことないわそんなもん。北斗七星とコウモリですよ、視聴性はなかったけど。おーい、おーい、どうしていつもそんなに追い込むの。素直にハイパー、しゃー、はい、かっこいい。でてて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 、やっと66回転目、やっとハイパー取れた。お、視聴性ある、視聴性プラス流れ星、これはこれはいけるでしょ。ウヌは、ウヌはウヌは日本一の利白プレミアです。大チェック何これかっこいい、すげえなバイブ。あ、ハイパー、もしかしたらラッキー取りチャンスもらえるかも。あ、やっぱり行きましょう行きましょう行きましょう。ちょっと本当時間的にも無双転生入れたい入れたい、ラッキー取りが入れたい。あ、キリン初めて見た、すごい、まあ、多分トリガーじゃないかな。行きましょう。連打かい、連打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 、バッター。これで 89% 継続じゃい。さあここから継続率 89% で、なんかね、ラキトリのみのカスタムとかもあるんで、ぜひ楽しんでください。いろいろ加算して OK、 ヨーハイパー、はい、点滅、いいよいいよ、このまま行こう、このまま。おっしゃ、激連だ。振り分けもいい、素晴らしい。やめてよね、やめてよね、やめやめ、ノー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 、まだ早い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 。
31回転目。はいよ、出てくんな。あ、でも、ごめんなさい、全然弱攻撃じゃねえ。百裂拳かもしれない。あー、なんでラッキートリガーこんな下手くそなの。ここで北斗七星とかね、流れ星とかあれば、はい、落ちました。全然続かない、ほんと。なんで持ち玉も今6400束なんで、まあ、これだけ持って帰ってもしょうがないんで、それはどうせだったら追いましょう。当たり軽くなってるかもしれないんで。2回転3回転後ですよ。抜けて2回転か。38回転目なりました。ケンフラレインボー、ありがとう。持ち玉が6332玉持った状態で当たりです。やっぱ諦めちゃダメだね。しゃあ、もう脱ごう。ちょっと待って、上着脱ぐわ。あった、来た。あ、龍がとか出てくんだ。したって。ありがとうございます。やっぱりダイムね、当たりたくてしょうがなかった。フラストレーション溜まってたんで、バトルモードやらせたみたいでしょうがなかったんだよね。さあ、今日死ぬほど外してきました。ケンラオリーチ、なんかどうせなら珍しいの見せてほしかったけど。ああ、いいね、シェイクビッチョン。あはー、土の地ボタボタボタ。裏ボタン押せばよかった。まあ、多分裏ボタンを押しても、あの、覚醒音になるのってハイパー引いてる時じゃないとならないっぽいんで、まあ、5% ぐらいしかない。 OK、 ケンちゃん、もう一バトルやろう。最後はケンちゃんでいこうかな。やっぱりお前が好きなんだ、ケンシロウ。あかー、初めて見れた場合。視聴性保留ですかね。アミバすげーなー。あほほほほ、ラピトレ取れてんじゃないこれ。夜の9時過ぎてからやる気が出る台だったのよ。遅っ。赤は勝てるよ。赤大連は大当たり濃厚のはずです。通常バトル1、2、3、4、5、6、7。音は鳴らなかったけど。かませけんちゃん、炸裂けん。 ありがとう。最高。
3回目、一応北斗七星とカラス、まあ、主張性があればなおよしでした。いるいない、言いましたね、ウイグルスさん。どうでしょう、6点台か。ただし前回の動画でなんか偶数の強い順2、4、6、8って言ってたんですけど、ちょっとごめん、あれ定かじゃなかったです、ごめんなさい、ちょっと分かんないです、期待度。やめろよ。あー出た出た、強攻撃うえー、やめてやめて、避けて、オッケーやっぱりケンシロウが大好きケンちゃんラーメンっすよ、もうほんと新発売や。なんか北斗のね、この電柱周りこぼしまくるみたいな噂出ましたけど、全然そんなことないです、全然こぼれないです。で今先読みあった、駆け目あった。あーでもジャギちゃんジャギちゃん、でも今日ねお隣でジャギちゃんで落ちてるの見たんだ、びっくりしたんだ。ジャギちゃんといえども羅漢劇出してきたらまずいかも。あーこのパリーのやつ、パリーン、ジャギちゃんか、銃を捨てたのに。あーその構えは羅漢劇や、怖え、やめてよ。ジャギで落ちたら立ち直れない大好きケンちゃん、あダメか、わあ、23回転目でしたね。ピープしよう、ピープ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 、いらない、お、北斗七星とカラス、ただ先読みはなかった。どうでしょう、あーウイゴル、北斗七星とカラス、結構ケンシロウ選ぶと本当誰でも、アミバ以外は誰でも落ちる可能性あるんで、あそんな不安になる必要なかったね。閉店が近くなったケンちゃんは強い。オッケーオッケーオッケー、あカメラのライトが切れちゃった、ごめんなさい、ちょっと暗くなっちゃうけど、あのこんな長時間の撮影久しぶりなんで、12時間超えの撮影なんで、やばくない、先読みない、あーでもジャーギーだ、どうや6点ジャーギー、またパリーンだ、たまにはケンちゃん先制しようよ、したありがとう。さあハイパー引ける、なんでやねんエセ関西弁になってしまった、なんでや、いくらジャギが弱いとはいえ、プピーショプピー、そんな3連続30パ取らないよね、ありがとう。やっぱそろそろ来るかなと思ってた、さすがにびっくりマーク2個、連打
ちゃう。はい、行きましたね。ラッキートリガー突入。これでスピードアップするんで、今もう9時20分なんで、これで閉店まで続けば。ほんとラッキートリガーの神髄をいい加減見せてくれ。頼むよ。やめてくだちゃいね、バット。まあ、殴るぞ、ほんとね。50回転目だぞ。ね、入って1回も続かないとか、ほんと許さないからね、ロープ。ラッキートリガーの威力、マジで私ね、ほんとに1ミリも分からせてもらえないんですけど。何なんですかこの人、やめろや、バカか。だからラッキートリガー嫌なんだよ。なんで275分の1こんな効くの、意味わかんないんだけど。50回転目ですよ、入って50回転目ですよ。あ、終わりました。ラッキートリガー即落ち。はい、102回転まで回しました。おつけんちゃまです。9時36分なんで、まあ今日は11時間半の大死闘でございました。疲れた、めっちゃ疲れた、やばい。はい、本日の投資の方が、まあ、魂の樋口が聞きました。投資7万3000億カーネで、出玉、最終的な出玉の方が1万2500玉でしたので、回収は5万億カーネということで、収支はマイナス2万3000億カーネです。やっぱ打てば打つほど面白い台なんで、はい、今後もまた打ちたいと思います。はい、面白かった、疲れた。疲れたけど楽しかったです。はい、次回はね、スカッと勝って昇天するように頑張るんで、また次回も絶対見てくださいね。はい、それではまたお会いしましょう。 See you next time. バイバーイ。わたーてか、めっちゃ頑張ったよね今日。めっちゃ頑張ったと思うんですよ。お褒めのグッドボタン、チャンネル登録、コメント書いていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、それじゃあ